お待たせいたしました。それでは準備が整いましたので、友谷浩二作曲広島の歌7、バイオリンとピアノと明珍火箸風鈴のためにをお届けいたします。バイオリンは金原ソフィー彩子、ピアノ明珍火箸風鈴を友谷舞子でお送りいたします。
ありがとうございました。あの広島の歌シリーズ、これは7作目になってるんですけれども、あの一番最初は広島の歌、1ということでマリンバのソロの作品を作曲しました。プログラムノートにも書かせていただきましたが、私の、兄弟が6人いまして、その一番上の兄が、13歳でしたか、広島当時市立中学って言ったんでしょうかね、の1年生だったそうです。で天満川のそばで建物総会に、出てて被爆死したと。で私のその兄の名前がやはり浩二って言うんです。あの漢字は違います、光に司と書きますけれども、私は、まあ、そのことに気づいたのが、もう本当恥ずかしいんですけど、結婚して後自分の子供生まれてからそのことに気がついて、あのもしかしたらその長男の、あの生まれ変わりかもしれないというふうにも思った時代なんです。まあ、その頃からこの広島の歌シリーズを続けて書くようになっていきました。まあ、被爆2世って言えばそうなんですけれども、まあ、それぞれ被爆2世の方々、3世の方々にもいろんなこの経験と、そしてあの、思いを持っておられると思います。一言でやっぱり語れない部分があると思いますけれども、まあ、このような経緯でこういった作品を作っていっております。どうも失礼いたしました。ありがとうございました。